初めて聞いた時からこういつか絶対この曲歌いたいというか挑戦してみたいって思ってた曲で、こういろんな場面でこうアニソンをね歌わせていただくことも多いんですけれども、やっぱりこう難易度が高い曲としてこの曲を上げられていることがとても多いので、こう歌うのもちょっと勇気がいるというか、ここぞっていう時に歌いたいなって思ってたので、今回がその時かなと思って選びました。挑戦って感じです。本当に自分のこう好きな音楽のテイストで、でもこれって本当に表現力が必要な曲だなと思うので、こう自分にとっては挑戦になる一曲だなって思ってます。でも厚みですかね、本当に聴いてるとその世界観に一気に引き込まれる、こう音の厚み、音楽の厚み、そして歌詞の厚みというか、本当に壮大な感じで、すぐにこうイヤホンつけていつも音楽聴くんですけど、つけて再生した瞬間にその世界観に引き込まれるのがとても魅力的だなって思ってます。楽しかったし、めっちゃ難しかったです。やっぱりこう自分にとって挑戦の一曲ということもあって、結構低い低音から本当に訴え上げるこう高音のこうビブラートだったり、こう伸びやかさが必要な場面とかもあって、すごくあもっともっとこういう風に歌いたいなっていうのがこう湧いてきて、こうもっと頑張ろうって思うようなこうレコーディングでした。意識した点というかこだわった点なんですけれども、やっぱり私この原曲がすごく好きなので、カバーさせていただくにあたって、やっぱり原曲のこの空気感というか世界観のリスペクトの心は絶対に忘れたくないなって思っていて、なおかつでもこう私がカバーさせていただく意味っていうのを考えた時に、やっぱりこう自分らしいこう歌い方だったりとか、自分ができるこう考えるこの曲への表現だったりをこうプラスアルファで乗せれるようにこう意識して歌いました。皆さんこんにちは、もう動画が公開されているということで聞いていただけましたか？インタビューでも答えた通り、自分の中でも結構思い入れのある曲で、挑戦の時間になったと思うので、たくさんの人に聞いてもらえたら嬉しいです。たくさん聞いてください。よろしくお願いします。